で、競馬で神回起こすよ。配信ネタだし、うん、配信外で絶対使わない。競馬で神回作ります。で、精鋭競馬で5000人ぐらい叩き出します。前欲しがってる？欲しいの？そうじゃなくて、50万までってなってたじゃん。いや、賞金はいいよね、みんな。賞金いいと思う人と内装してください。宝塚記念ね。やっぱりさ、もう最近の競馬配信ってさ、火薬がさ、10万使うとかさ、つまんなくない？もうちょっと熱くなるような競馬配信したいじゃん。そっちの方が面白くない？一か八か。うん、そっちの方が盛り上がらない？ナイス取り消すはブロックね。もともと押してないだろお前。カスゴミ邪魔すんなよ。ナイス忘れ、押してください。俺はね、今競馬配信に何よりも力入れてるんで。ゼロワンってギャンブルのめり込むとギャンブルの配信しかしなくなるからね。え、競馬って1週間に一遍だけど。いや、わかんないよ、違うギャンブルに手つけちゃうかも。養分続行しちゃった。もう俺知らないよ、もうパラパラに行っても。やれ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 、養分が負けるの面白がってるリスナーが勧めるんだよ。知らないよ俺、100万200万までに経験者はかかるんだよ。ほらね、オンカジの時と同じ。でもふわっちって人口が女性7割でさ、ね、雑談がいいよってずっとコメント来てたもん、オンカジの時。男だけだよね、楽しいの。いや、楽しいけどさ、50万って結構大きい領域だけどね。ね、わかんないもんね、うちらギャンブル。楽しくないよね。なんか雑談の方がいいよね、ゼロ。なんか、新しいアイテム、ありがとうございます。ありがとう。すごい、なんか、ありがとうございます。あ、500ナイス。あ、500ナイス、やったー。センキュー。ありがとうございます。マドウさん、あと何分で来るの？道間違えた。あと何分ぐらいで来る？横浜向かってる？ツイキャス？多分来ないの？ね、何してるの？まゆちゃんへ。ああ、ありがとうございます。どうさん、どうちゃん、いいよ。前売りすなっちゃった？ロッちゃん、ね、高速乗ったことないって、あ、ね、免許取り立て30過ぎて恥ずかしいやつ。高速も乗ったことないの恥ずかしいな。もう勘弁してよ、ペーパードライバー。あ、ゼロワンまゆちゃん、あ、みーちゃん、ありがとう。あ、ありがとう。ラブだよ。あと1時間ぐらいかかるんじゃない？高速代倍かかったら。最近？最近何？なんて書いてある？切れて。最近切れてくれないから悲しい。モラハラが好きだからね。眉に切れてほしいってことね。違うよ、モラハラが好きなんだよ。だから眉にモラハラしてほしいってこと。違う、このバカ女ってアイテム投げた時に俺にモラハラされたいの、ああこのバカ。このガチ恋のバカ。ほら、もっと投げろ。当選確率アップ中なんだから。このバカ女。って言うと喜ぶんだよ。前と一緒。は？ド M なんだよ。ふざけんな。ありがとう、ほら。バーカ。前にもらわされたら許さないから。ありがとうね。やっぱド M っているんだよね、こんな女って。あ、ウェルカムドールもありがとうございます。いいね。ワドの配信ワイプつけて、いやミラーダメなんでできない。
バエさんにも住所送ってよ。バエさんプライドあるから俺に呼ばれて俺の家に来るっていうのができないんだよ。一人配信で別にいるだけじゃん、ここに。あ、ウェディングベル匿名さん、あーちゃん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ジーコ、ありがとう。でも木村さんもなんかなんで最近配信しないんだろう、ちょっとおかしいよね最近。あ、10個いつもありがとう配信、ありがとう配信、自由奔放。まあでも今のふわっちって自由にやれたとしても、まあ俺一人だったら何するかな。まあせいちゃんと綱いじったりとかになるのかな。ネタがないんだもんなって。それだったら別に前と言ってもいいんじゃないって思うけど、どうです。あ、ウェルカム、ありがとうございます。で、離婚するんだけど、さっき猫まちゃんが泣きながらやっぱり好きって言ってたんで、俺はやること一つ。みんなわかるよね、賢い人わかると思うよ。来た瞬間に終わる、もすぐ終わる、一瞬で終わる。もうそれで揉めるかわかんないけど、秒で終わるよ、もう。うん、で俺は正しいかどうか知らないけどやるね。うん、なんで期待裏切らないんで、ナイスをしてくれたら。正解なんて何もないからね、正解なんて、何が正解かなんてね。前と復縁するのもそう、何が正解とかないんで。あ、10個ありがとうございます。前餃子入れてくれる、お米ないよ。うん、お米、うん、餃子だけ、うん、水餃子でもいいけど、和道さん来た時がいいんじゃないの。あ、餃子食わしたる、うん、和道さんに、うん、食べさせなくていい。お米炊いとかないね。猫まちゃんが言ってたよ、昨日は強がったけどって、強がってたけどって言ってたね。一人の配信もたまに、じゃ今の状態はゼロ眉っていうのは一つの状態なんで、あんまやめてください、そういうコメント。もう俺たちは一つなんで、いいですか。うん、別に一人でやろうが二人でやろうが三人でやろうが別にいいじゃん。離婚なんて夫婦のもん。そうだよ、俺に頼んだのがダメだったね。どうでもいい、めちゃくちゃにしてやるよ。配信のねネタに離婚をしてるやつななんて、俺がめちゃくちゃしてやるよ。俺だってネタにしてもいいでしょ、相手がネタにしてるんだから。おう、ネタにするよね。ネタにしたくないんだったら配信外でさっさと離婚したらいいじゃん。ワド捕まった？ワドさん？捕まったの？ツイキャスでやってるんじゃないの？ワドさん大丈夫？バカだね。止められたの？あ、無言で突っ走ってるんだ。気になるな。斬新だね、バイク配信も。猫まちゃん3000人もいるよ。和道やってなくない？和道さんやってないよね。やってないよね、和道さん。一覧にないじゃん。え、2000人？おすすめ規制なんだ。検索しないと出てこないんだ。捕まってないのかよ。捕まればよかったのに。捕まってないのか。金田一少年。BGM 怖い。いや、金田一少年の事件簿にしたけど、なんか意味が分かんなかった。
養分もやってるの結局。俺もやりたくなってきた。負けてるんだ。俺も同じやろうかな、ツイキャス。 10万円だけ。なんか人がやってるとなんかやりたくなっちゃうよね。お手本見せてあげようかな。お手本を。俺20万円を3万ドルにした実績あるからね。見てたでしょ。2000ドルを3万ドルにした実績があります。えべ、ジローン、パスタある？ある、パスタあるんじゃない。どこに？下に。お願い、下に。ね、一番ね、ちょっと怖いのは強制だね。オンカジぐらい怖い。毎日いつでもできるから協定怖いよ。協定、うん、協定も怖いよね。毎日やれちゃうからね。でオンカジもマジで怖い。オンカジも新しく近くなった。じゃあそのお仕事だけして今日は配信終わろうかな、うん、誰も来ないんじゃない。ワード来てるでしょ、うん、でもね、こまちゃんってさ、こまちゃんとワードってツイキャス行ってやっぱ閲覧増えてるよね。俺もキャス行った方がいいのかな。キャス行った方が閲覧増えて安定するのかな。こうナイスとかイベントもそういう疲れないし、じゃあその方がいいのかな。俺も来月とか還元率もね、どっちもができなくて。キャスで知りました。でコツコツやって500円のメンバーシップ人増やした方がいいのかな。養分ダメです、もう止めれないよ。止める人もいれば進める人もいるからね。うん、マユ何作ってんの。お料理のコーナーに食い。やだ、来ないでよ。そうやって言われたら見たくなるよね。違う、まだキモいから。じゃあまだキモいんだよ。今チーズ溶かしてんの。え、今チーズ溶かしてんの。何これ。え、チーズを溶かしてんだよ。ゲボ。え、ゲボ。ゲボじゃないよ。おいしそう。おいしそう。急にどうしたの。美味しそうとか自分。美味しそうや。自分で言っちゃって。え？美味しそうでしょこれ。美味しそう、みんな。何作ってるんですか？蜜。美味しそうじゃん、これどう見たって。ちょっとみんな内装してもらっていいです？ちょっと。ちょっと閲覧多いから。1000人ぐらいなら言わないんですけど。なんで押せないの。押してくれてる人ありがとうございます。560人の方ありがとうございます。本当に励みになります。いけないな。押したよ。576人の方は本当にもう大好き、ありがとうございます。あ、押させていただいてます。アイテムまでいいんですか。ありがとうございます。前に優しくするとって前の枠で見てなかった？氷買ってきてって言われたら黙って買いに行ったよ。配信外はあんな感じだよ。溶けねえだからあんまんな。735さん、1011号さん任せてください僕に。あ、ちょっと美味しそうになってきた。うわ、またまずそうになっちゃった。溶けないんだもん。これチーズソースじゃない？
何作って、多分これパスタだろうね。プロポじゃねえのこの家。うちの眉です。眉、挨拶はフックだよ。はい、もうすっかり手なずけてるんで。ねえねえ、一人前でいい？うん、一人前でいいか。お前足りないといけないんで、二人前で。で、まゆちゃんのスペック、男より女性にモテますこの子は。はい、女性リスナーが多いです。だからまゆは多分誰と付き合っても大丈夫。女性ファンが多いです。で、あのかの大手の藤沢奈々さんが、女性で憧れるのはまゆちゃんって言ってました。うれぴー、はい、前ぶりっこしないからね。だから過剰評価をすると、昔はラムメロ、今は眉かなっていう。だ、眉メロに改名した方がいいね。うん。眉メロです。はい。眉メロだよ。うん。で、ラムメロさんはちょっとオワコンなんで、これからは眉メロかなって。で、しきちゃんが時代は多分 A 倍になるんで、あのふわっちの女性配信者で頑張りますね。はい、この子はあのふわっちで天下取った気になってます。いや、頑張りますって言ってんの。なれるように頑張りますって。あれ、この人天下取った気になってます。なってないから。はい、はい、できない。これ前もすぐ休んじゃうからね、配信すぐ休んじゃうからねって、俺ほどやったこともないでしょ。まあね、比べないでくれんな。いや、もっと、そうそう、俺休むけど、その前多分3ヶ月とか多分がむしゃらにやるからね。比べないでほしい。まゆさん、あの本当にニート癖あるからね。多分まゆの頑張るのと俺の頑張るのと多分レベルが違うと思う。そうだね、うん、そりゃそうだ、うん、頑張ってね、これから、もう土台はね、できてるんだから。すぐ休んじゃうからね。あ、配信とかじゃなくてもそうなので、うん、やっぱね、せっかくね、リスナーいても毎日やらないとやっぱいなくなっちゃうからね。そうだね。まゆちゃんが今あの足りないね、イベントに強くなる、イベントで勝てる配信者今目指してて、イベント出てね、でそれを手に入れたら多分強いんじゃない。牛乳がないやんけ。プラチナプラスで閲覧もあってっていう女配信者になれたら強いんじゃない。牛乳ないやんけ。あとナイスも取れたらね。じゃあ結構あのタバコ吸わないと。ニナネコが過呼吸になってます。そうなの。タバコ吸いすぎな。だってスペックが高いですか。確かに芸達者だしね。肩凝ってる。タバコ吸ったら肩揉んでもらっていい？けどパスタあれしな、しないと。和道さんは多分状況的にはお互いもう名前も書いて、あとあの証人を2人書いてもらったらもう離婚届出せるまで来ました。でそのうちの1人を任されたので今俺の家に来てるんだけどっていう状況です。でサインしろと止めて一緒ぐらいなんで、こぼれてるよ、うん、こぼすの当たり前やめてよ。笑ってるのいいけど、これ言って、うん、みんなはね、前の方がしっかりしてるとか、俺が前にひどいことしてるんだと思ってるかもしれないけど、配信外は俺の方がしっかりしてるんだよ。俺がひたすら前にひどいことしてるとかって、そういうイメージがあるかもしれない。これテーブルもう今日俺片付けたしね。
こういうことでとか。でもさ、配信つけてあれして、配信があれして、どっこいじゃないじゃん。とかもね、ちゃんとやってね。で、洗濯は誰がやる？もう溜まってるけど。あ、今ね、洗濯機やってるから、今から干すんだけど、ん？食べてからね、食べてからやるよ。洗濯機終わってるの？終わった。で、干してないだけなの？今から干すんだよ。洗濯機いつ回ってた？朝とか。違うよ、リスナーさん分かってるよね、リスナーさん。洗濯機って回ってた？あ、回して配信中やってたよね、まゆさん。あ、回ってたんだ。そうだよ。じゃあ先に干さないとね。役割分担決めようよ。俺が洗濯係やる。あのうさちゃんって子は全部やってくれるって。え？娘のハニーです。タヌキです。タヌキのハニーちゃんです。顎が小さくてあのベロが入りません。ハニーちゃんです。ハニーちゃんは稼げる犬かな？ナイスください。7歳です。どんぐらい増えるか教えといて、俺っちに。612。ハニーちゃんにナイスお願いします。ハニーちゃんにナイス。かわいい？増えてる？いい子だね、ナイスもらって。ハニー、ポップアップ見たい？タヌキです。はい。かわいいね、こっちは。黒雪？黒雪、ウタ、ハニーちゃん。タルンとこの犬かわいいよな、ウタ。俺一番かわいいんじゃないかなと思う。ハニーは？ん？ハニーもかわいいけど。